こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本には現在最強通常動力型潜水艦双流型潜水艦が建造されている。だが次期潜水艦の方向性が決まっていないのか、それとも画期的なリチウムイオン電池を見越して原子力潜水艦に使用されている性能を模索しているのか、それはわからない。とあるイベントでウォータージェット方式というキーワードが出てきたのを知っているだろうか。ちょっと気になったので詳しく話していきますね。もしかその後の原子力をも視野に入っているのかな。2019年6月、千葉県の幕張で開催された MAST アジア2019というイベントで、三菱重工業は新世代潜水艦のイメージ図を示しました。そのイメージ図ですが、時代を先取りした、つまり先進的な外観だったので、様々な推測をされることになったようです。ちなみに、MAST アジア2019とは、海洋及び航空安全保障環境変化の下で、対応地域の安定と防衛技術発展に資することを目的として、防衛装備、技術に関する展示フェアや論文発表を行うとともに、海洋及び航空安全保障に関するシンポジウムのことです。このイメージ図に対する反応もたくさんありましたが、特に目立って指摘されたことがありました。潜水艦の推進方式にウォータージェット、ポンプジェット方式を採用するのではないかというのです。これが事実なら、画期的な進化になると注目を集めました。とはいえ、肝心の防衛装備庁でウォータージェット方式が研究されているという確実な証拠は現在何もありません。つまり、言葉だけが勝手に一人歩きしているような感じになっているということです。世界の現状を観察すると、潜水艦にウォータージェット方式を採用している例はかなり限られています。今のところ、ハイパワーな原子力推進型潜水艦にしか使用されていないという認識です。具体的な採用例を挙げますと、攻撃型潜水艦ではイギリスのトラファルガー級、アメリカのシーウルフ級です。戦略型潜水艦では、フランスのルトリオンファン級、ロシアのボレイ級などに採用されています。これらの潜水艦に共通するのは、すべて原子炉搭載の原潜ということです。ということは、日本の通常動力型潜水艦がウォータージェット方式を採用する可能性はかなり低いのではないかと推測されるのです。にもかかわらず、ウォータージェット方式が注目を集めてしまうのは、攻撃型潜水艦においては、特に重要視される水中でのスピード、高速性と静粛性。この二つが優れていることが、広く知れ渡っているためではないかと思われます。これは、あくまでも推定値で、実際の詳しい速力ではないでしょうが、
水中速力は、前述のイギリスのトラファルガー級潜水艦は29ノット。アメリカのシーウルフ級潜水艦は35ノットとも言われているそうです。日本を見てみると、最新鋭潜水艦である双竜型となると同じく。推定値ですが、水中速力20ノットと召されていますから、やはり、原子力推進型にはかなわないというのが事実でしょう。現状日本では、最新鋭双竜型の次級である3000トン級潜水艦の建造がスタートしています。この艦は、双竜型の延長線上に、あるのですが、先の三菱重工業による新世代潜水艦のイメージは、かなり違っているようです。言うまでもなく、これは計画段階の話ですから、実際の3000トン級。潜水艦のデザインが、このイメージ図のように設計されるというわけでは、ありません。今後のテクノロジーの進歩と合わせて徐々に具体化されていくものと思われます。さてイメージ図です。公開されたものを見ると、現行型に比べてセール形状がグッと船体に密着しているので中央寄りになっていることがわかります。まるで魚雷をそのまま拡大したかのようなデザインとも受け取れます。このデザインの雰囲気は、日本の潜水艦というより、むしろ現在ロシアが使用しているアクラ型潜水艦のようにも見えます。同艦は1980年代、昭和55年から64年に就役し40年以上活動してきた潜水艦です。その就役期間の長さゆえに、すでに退役が始まっていることを考えると、イメージ図の先進性には驚かされてしまいます。では、ウォータージェット方式の話に戻ります。一般的なスクリュープロペラ方式に比べると、やはり設計や製造は難しいようです。それは当然経費にも影響してくるのは確実でしょう。技術的、経済的な課題があるのに、それでもなおウォータージェット方式を採用する長所とは一体何でしょうか。それは前述したスピード、高速性と合わせて、機体の動作の静かさ、静粛性という二つの利点です。加えて、船体の突起がなくせる。フォルムとなっているので、浅い水深にも対応できますし、舵も必要なくなるという点でしょう。もともと、ウォータージェット方式というのは、吸い上げた水を噴出して、その勢いによって方向を変えるという方法ですから、原理としては、方向舵が不要になるのはわかりますね。そして高速性とは反するようですが、噴出する水の勢いを、調節することによって、ごくごくわずかな距離の推進もできるようになっているそうです。といった利点がある反面、ウォータージェット方式には低スピード時の安定性や操縦性に少し難点があると指摘されています。特に低スピード時の燃費が非常に悪いので、搭載している艦艇の航続距離が短くなってしまうことがあり、重要な課題とされています。確かに、燃費の悪さは行動範囲に影響しますからね。
速度25ノット程度の場合、エネルギー効率の目安は、ウォータージェット方式が約 45% なのに比べて、通常のスクリュープロペラ方式は 20% ほどそれを上回るようです。しかし、速度が30ノットを超える場合には、逆転するので、高速性を重視する。鑑定用としてふさわしいとされるようです。また、スクリュープロペラ方式では、必ず発生するキャビテーションが、起こらないので、これも、利点の一つと言えましょう。キャビテーションとは、液体中の圧力によって発生する物理現象のことです。これによって気泡が発生するので、艦艇のスクリュープロペラが傷んだり、推進効率が低下するなど、良くない影響が起こってしまうそうです。また、キャビテーションですが、深度が浅いとはいえ、騒音を発生させてしまうことがあると言われます。行動に際しては敵に捕捉されないためには、何と言っても静粛性が求められる潜水艦です。騒音は、できるだけというより、絶対に出したくない現象であることは、言うまでもありません。このようなウォータージェット方式は、現状では原子力推進型潜水艦との親和性が高いことは疑いの余地がありません。もっとも通常動力型にもっともっと画期的な電池が実用化されたらウォータージェット方式採用の可能性が高くなるかもしれません。この理由は燃料電池は将来的な動力の本命、自動車なども含めて、と、考えられているように、性能が飛躍的に高まるとしたら、燃料電池こそが、潜水艦の機関としての位置を占めることも大いに、考えられるということです。仮に、このような燃料電池技術が実現したら、扱いやすさは言うまでもありません。東日本大震災の福島原発事故で明らかになったように、人間がコントロールしきれない原子力、推進方式よりも燃料電池の方が安定した動力源として普及していくのではないかと思われます。韓国の正義ベタは有名な話です。運用されている軍事装備のほとんどは動かない状態にグローバルホーク、もう4機中2機が動かない。今回はこのメンテナンスについて詳しく紹介していきましょう。グローバルホークもどうかない、
F-35A も今後わからなくなってきました。軍事関係の品には必ず維持管理が必要です。高い経費で購入したものですから、メンテもちゃんとしなければ耐用年数まで持たない。このメンテナンスをいい加減にすると後で泣きを見ることに。2019年12月を皮切りに、韓国はアメリカから次々と高高度無人偵察機グローバルホークを4機購入しました。ライアンエアロノーティカル社の製造した偵察機で、攻撃能力はなく偵察のみの機能を持った航空機です。意気揚々と購入したはずの偵察機ですが、この一部に部品の故障が発生してしまったのです。韓国軍当局の話では、今使用しているのは1号機から4号機ですが、2019年12月に購入した1号機に故障が見つかったとか、航空機にとっては重要なランディングギア、着陸装置から油漏らしていたというのです。下手をすると着陸時に火を吹くことになりかねない重大な故障ですね。そして2020年4月購入した2号機にも、革新制御センサーに関する異常が見つけられました。軍事用品はもともと巨額な費用がかかりますが、グローバルホークも例外ではなく、なんと1機あたり2000億ウォン、約185億円もするそうです。そんな高額な最先端の機体、国家財産ですね、が、2機も実用化を前に戦力化の段階でストップせざるを得ない状況に陥ってしまったのです。韓国軍は2021年下半期には作戦配備したい予定で、その日程を目標として飛行及び装備性能の検証などの戦力化段階を現在一生懸命進めていると思われます。残りわずか1年というキツキツ日程なのに、このような状況が発生してしまったのですが、空軍は正常な機体の部品を故障した機体に使用するという同類転換方式によって、この苦境を打開しようと努めていると言われます。つまり一機のグローバルホークを捨ててしまっても、正常な部品を故障した2機につければ4機のうち少なくても3機は動かせる計算になるからです。185億の機体を動かすことなく、部品を外すために分解してしまうということでしょうか。もったいないですね。軍当局者は、世界中で運用されているグローバルホークは20機以下しかない。だから部品を融通するのは難しい。製造元のアメリカも稼働率を上げるために同類転換の方法を使用しているということでした。部品をやり取りできないという事実に加えて、2年前から世界中に蔓延する新型コロナウイルスの影響により、人々の往来が禁止または少なくなっています。軍関係者も同じですから、アメリカの技術者たちが韓国へ入国するのも難しくなっていますから、ますます修理作業が遅れることになったのです。グローバルホークは実用化まで時間がかかる
今のうちに部品の欠陥や整備の問題点を発見して解決スキルを上げる時期にしよう。防衛事業庁、アメリカ政府事業チーム、企業と密接に協力して、目標時期までに正常に作戦を施行できるように、早期に問題を改善するとも空軍関係者は話したそうです。高い金を出して買ったはいいけど、ちゃんと予備の部品も用意したのか。疑問ですし、メンテナンスの訓練は受けたのでしょうか。コンピュータもですが、現物を買っただけで使えるわけじゃないですよね。ここからは、ネットの声を紹介します。2号機の革新制御センサー関連に、異常あり。ひょっとして、分解したら、組み立てられなくなったってことですか？ F-35 戦闘機を買ったおまけに、ロッキード社がくれた人工衛星も、制御システムを導入しなかったから、ただ地球の周りを、ぐるぐる回ってるだけで、何の役にも立ってないらしいね。衛星の打ち上げも韓国でできなくて、他に依頼していた記憶がある。お笑い草。せっかくのグローバルホーク1機を部品取りに使う。間に合わせ？機械って壊れるところは、どんな機械でも大体同じ所だから、残りの機体の。同時所が壊れたらどうするんだろう。残り3機の1機から、部品を取ったら実際に動けるのは2機しかない。何回も繰り返したら、最終的には全然使えないじゃん。昔の F5 戦闘機みたいな発展途上国用じゃないアメリカの兵器って、アメリカのサポートがあって初めて動く。特にこういう特殊な兵器って後が大変だよね。フォロー経費を考えると、維持費の安いロシア製が、途上国には人気があるわけ。性能は悪いけどね。アメリカは、2021年から、グローバルホークの退役を開始して、調達計画も、2021年で打ち切ることを決めてる。韓国のグローバルホークは、韓国型。っていう特別仕様の機体。交換部品も高いと言われていた代物。グローバルホークを買った他の国は部品が高いという問題もないようだし、要するに韓国向けにグレードダウンしたせいで部品が高くなったんだと噂されていたよね。などなど、徴用工問題などで、最近は、日本に対して、友好的とは言えない。韓国に対する目は、厳しいものがあるようですね。では、韓国の別の話題を紹介します。2019年12月17日、韓国空軍のステルス戦闘機 F-35A 戦力化の行事が、非公開の内部行事に実施されました。キオス空軍基地で行ったのですが、ウォン・インチョル空軍参謀総長が主管する軍内部行事という形にしたので、大統領と国防部長官は出席しませんでした。メディアの取材許可も下りず、外部からの出席者は防衛事業庁の関係者、F-35A の製造会社であるロッキード・マーチン社、ライアン、エアロノーティカル社と合併関係の人間など少数のみだったといいます。この行事の趣旨は、
結果として関連する要因への激励ということになりました。軍の戦力化行事は通常なら大々的に行われます。国民に対してでもありますし、外国へ国威を見せつける目的もありますから派手にしますよね。ロシアや中国等を見てもお分かりでしょう。しかし今回は非公開でした。関係者は小規模にした理由を大統領が出席した国軍の日にもソウル国際航空宇宙及び防衛産業展示会 ADEX においても F-35A は公開している。今回は追加で公開する必要はないと判断した。続けて戦闘機は国防に関わる大切な資産、機密が要求される品を何度も何度も公にするのは禍根を残すという首脳部の意見もあったと説明しました。と言っても過去には先端武器の戦力化行事に大統領や長官が出席して大々的に行事を行った前例は数多くあります。チョンギョンル国防部長官は1月30日 KC-330 戦力化行事を主管しましています。今回だけが特別だったのでは？特別だったわけとは何でしょう。ここで飛び出すのが同民族ながら根深い対立があるお隣の国北朝鮮です。軍内外では今回の行事を小規模に抑えたみみっちくした理由は政府が北朝鮮の反応を意識しすぎているからだという批判が出ているのです。北朝鮮は昨年3月、アメリカでのグローバルホーク1号機の出庫式当時から、韓国がステルス機を導入したことを反民族的犯罪行為と断定し、F-35A の導入を何回となく非難してきました。というのは、F-35A は北朝鮮の全域を作戦範囲として戦略目標を一挙に打撃する強大なステルス攻撃力を持っているので、北朝鮮首脳部が一番恐れている武器だと推測されているのです。北朝鮮宣伝メディアは、F-35A の導入は南北軍事合意に反しないと言い張る。韓国の主張は詭弁だ。南朝鮮が武力を増強したり、我が国を挑発するのは相手に対するあらゆる敵対行為を中止するとした。南北共同宣言と南北軍事分野合意書に明らかに違反していると強い口調で批判しました。それに対して韓国政府関係者は北は軍事合意書の双方は武力増強問題などを協議するという部分を悪用していると述べました。韓国としては、北朝鮮は言いがかりをつけていると言いたいところでしょうが、そこまであからさまには反論できないのでしょう。グローバルホーク1号機が非公開で導入されたのも、このような雰囲気と大いに関係があります。このグローバルホークは地上 20km 上空からレーダーや赤外線探知装備を使って地上にあるわずか 30cm の物体まで識別可能という最先端偵察機なのです。要するに衛星にも負けない監視能力があり、北朝鮮の核やミサイル動向を把握することが期待されます。
だからこそでしょう。北朝鮮は8月、祖国平和統一委員会の談話を通じ、韓国はいつも平和平和と言って我が国を攻めるが、アメリカから買った。無人機と戦闘機は何に使うのか。曲芸飛行しながら農薬でもばらまくのだと言い訳するつもりなのか。我が国の戦力を偵察するつもりなのに、とグローバルホークの購入を非難したそうですよ。案内役のアミカです。ロシアのウクライナ侵攻を目の当たりにし、ロシア戦車へのウクライナ側が、ドローン攻撃に、世界が現実を知ることになっています。今回は、強敵ドローン攻撃を無効化する、HPM 開発について、詳しく見ていきます。日本が、次に開発を急いでいる、ハイテク技術です。中国は、次はドローン攻撃をしてくるでしょう。ですが、無効化することで、防衛力強化につながります。ロシア軍のウクライナへの多方向からの侵攻で、2022年2月24日に始まった戦争は、装備、兵器、兵力のいずれの面でも上回る同軍が、比較的早い時期に、ウクライナの首都キーフ、ロシア語読み、キエフの占領を行う恐れも指摘されていた。幸いにも、この予想は、3月7日時点では、現実ものとはなっておらず、ウクライナの首都キーフ、ロシア語読み、キエフは、激しいロシア軍の攻撃にさらされながらも、陥落を免れ、ゼレンスキー大統領選挙をはじめとする、政権幹部も健在のようだ。ロシア軍の進撃が、当初の計画よりも遅く、苦戦を強いられていると見る向きもある中で、それが事実であるとすれば、ウクライナの防空網を、初動の攻撃で無効化することに、ロシア軍が成功していないとの指摘も見受けられる。ロシア軍は、精密誘導兵器や爆撃によって、ウクライナ軍の防空網を叩き、それによって、制空権や航空優勢の状況を作り出そうと、意図していたが果たせておらず、自軍航空機に少なくない被害を被っているとも言われている。この制空権や航空優勢の状況を得られなかったロシア軍は、仕方なく、戦車や装甲車両等の陸上兵力を追加投入して、主要地域の占領を進める以外、他に手段がなくなった可能性もあるが、それらへの損害も増加しているようだ。ロシア軍の、戦車や装甲車両に対し、ウクライナ軍側の効果的な反撃を可能にしているのは、ウクライナ軍が保有するトルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 によるところが大きいと、その有用性を指摘する声も多い。トルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 とは、遠隔操縦型のドローンの一種であり、おそらく、3名、操縦、作手、攻撃等の担当、一組で操作している機体であり、戦車や装甲車両攻撃に、多大な戦果を上げている模様だ。この無人攻撃機、バイラクタル TB には、2020年のアルメニアとアゼルバイジャンとのナゴルノカラバフ戦争で、一躍名を挙げ、その際には、事実上、
戦争に勝利を収めたアゼルバイジャンが、これを有効活用したことでも注目された。ナゴルノカラバフ戦争でのアゼルバイジャン軍のドローンを用いた戦術は二段構えだったと言われており、まず、アルメニア軍の対空レーダーや地対空ミサイルを、いわゆる神風ドローンの自爆攻撃によって無効化を図った。その後航空支援を仰げないアルメニア軍の戦車や装甲車両に対して、アゼルバイジャン軍の無人攻撃機、バイラクタル TB2 が大戦果を上げたとされており、今のウクライナ軍も部分的にこれに似た成果を上げているようにも感じられる。ただし、事前の予測では、ウクライナ軍は優勢な航空戦力を要するロシア軍に対し、ナゴルノカラバフ戦争におけるアゼルバイジャン軍のように、一方的に有利なドローン攻撃を行うことは困難との見方も多く、数で押されれば劣勢は否めない。それでも、ナゴルノカラバフ戦争に続き、今回のウクライナ戦争でも、トルコ製の無人攻撃機、バイラクタル TB2 の有用性は懸念されており、今後の戦場におけるドローン対策の重要性は、各国の軍にとって必須の課題となりそうだ。こうした軍用のドローンをめぐる状況が、ウクライナ戦争でクローズアップされ、あらわになる前から、実は、日本の防衛省でも、これに対抗する兵器技術の開発に着手しており、2022年の防衛予算で、72億円を投じることが決定している。この軍事用ドローンに対抗する兵器とは、HPM、ハイパワーマイクロウェーブのことであり、対象となる軍事ドローン等に対し、高出力のマイクロ波を照射することで、その無効化を狙うことを基とし、実用化を目指すものとなっている。マイクロ波そのものは、我々の日常生活の中で、身近なのもとしては、電子レンジで使用されているものであり、また、同様に、携帯電話等で使用されている、電波の周波数帯もこれに該当し、日本では、2014年から、基礎的な研究が始められていた。現在、防衛省が開発を進めようとしている HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器は、高出力のマイクロ波を対象たる軍事用ドローン等に照射を行うことで、その内部の電子機器を故障、または破壊させ、無効化することを目的としている。日本では、2022年度予算から、この HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器の開発を本格化させ、5年後の2027年前後での実用化を目標としている模様で、従来の物理的な砲弾やミサイルを用いた迎撃兵器にプラスすることを志向している。HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器の特性としては、照射される高出力マイクロ波が高速であること、命中精度、照射方向の切り替えに優れること、電源供給が確保できれば、連続使用が可能であることなどが利点に挙げられる。近年ともに技術的な進化が著しい軍事用ドローンは用途に応じて小型化が進んでおり、従来のレーダーセンサ類では探知することが困難な状況も想定されていることもあり、物理的な砲弾やミサイルでの迎撃にはおのずと限界がある。または区域砲や個人の兵士が携帯可能なロケット兵器等の小型の兵装からの攻撃にも対処可能とされているイスラエルの防空システムアイアンドーム等であっても、それらに対して使用するミサイルの費用対効果が見合わないことは問題視されている。これを考慮した場合に、物理的な砲弾やミサイルを用いることのない HPM ハイパワーマイクロウェーブ兵器は大きな優位性を持つことが予想され、かつ数を頼んだ軍事用ドローンの飽和攻撃に対しても高い対応能力を発揮する可能性がある。さらに HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器は、これを運用する人員についても頼み、撃手段よりも人的被害を抑止できる公算が高く、
専守防衛を旨とする自衛隊にあっても、その理念に見事に合致する防御兵器となり得るだろう。未だ、日本での HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器開発は、本格的に開始される初期段階ではあるが、これまで挙げてきた小型の軍事用ドローンの迎撃以外にも、その用途を拡大し、既存の兵器システムとの併用も視野に入れている。その最たるものは、現状では、海上自衛隊のイージス艦に搭載された SM-3 ミサイルと、陸上自衛隊が配備する PAC-3 という、二つの兵器システムによる、日本のミサイル防衛体制の強化であり、この多層化に貢献することへの期待も大きい。すでに、アメリカ空軍でも、2019年以降、小型の軍事用ドローンの飽和攻撃に対抗するための HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器として、トールの開発と試験を実施しており、予定された通りの効果を上げているとも言われている。この、トールの開発に、自信を深めたアメリカ空軍では、その拡大発展型となる、ミノルの開発をすでに開始しているとされ、これが量産化されて、軍事拠点や重要施設の防空網の、新たな主兵装となることも近いと、目されてきている。日本の防衛省では、アメリカ軍が、開発を半ば断念した、レールガンの開発を進めることも報じられているが、個人的には、そちらよりも、HPM、ハイパワーマイクロウェーブ兵器の方が、実用化には、期待が持てるのではないかと思える。